何のネタやった？参っちゃいますよねっていう、なんかあの状況的に参っちゃいますよねをどんどん紹介していくみたいな。いや知らないもん、それ強っ。知らない、うん、なんで笑わないの。いや、そう、参っちゃうっていうやつ。高井は今日何してたの？今日、うん、今日は後輩と、うん、なんか打ち合わせして、うん、え、どこで？秋葉原のココス。ココスさ、あの今ラブライブのコラボしてて。あ、ラブライブの？そうそう、サンシャインのね。あ、はい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 、うん。で、そう、だから対象商品買うと、うん、なんかクリアファイルついてくるみたいな。わあ、いいね。え、なんか買ったの？俺、そう、対象商品なんかハンバーグみたいなの頼んで。ちょちょ、ハンバーグ？声出してんだよ。で、クリアファイル。今の期間的に2年生の3人のどれか。ああ、はい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 。で、俺一番好きなヨウちゃんでた。あ、ヨウちゃんか。いいね。かわいいよね。よかった。俺、ダイヤが好きなんだ。ダイヤ？ダイヤ。あれ、ダイヤ、妹の名前なんだっけ？妹？あれ、妹誰だっけ？ルビーでしょ。あ、ルビーか。誰一番好き？あのアクアだと。ダイヤが。言ったじゃん。言ったじゃん。ああ、笑った。やらやらしてや。ずっとちゃんとしてください。いや、年明けたね。うん、結構経つね。いや、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。やばい。待ってくれよ。いや、始まってる。整えても無理なんだもん。無理なんだ。いや、もう歯も絵も言ってないんだから。そう言ってよ、ちゃんと。でも、もう寒いの落ち着いたかもな。いや、寒いよ。今一番寒いんだから。どういうこと？どういうこと？弱すぎない？弱すぎない？ちょっと前からね。ちょっと眠りやすい。ちょっと待って。どこみたいな？いや、そう、つなげようとは思ってんだけど。でも1回目で全部もう終わってるからさ。そうなんだ、ラリーしてないんだよ。フェリーから投げてきて。まあでも2月、てかもう年変わったばっかだなって思ってたらもう1ヶ月終わって。こっちからちょっと待って。いや、なんでだよ。なんでだよ。お前が、なんでだよ。見えてなかったから。聞こえないわ。俺だけそば、ボンバーマンの味噌もんみたいな。爆弾投げてくる。爆弾投げてくる。会話に参加してないけど、一応そのリアクションだけ俺ここで撮ってるじゃん。真ん中行けばいいじゃん。真ん中行く。真ん中。でも俺とあって絵とかここで会話してなしにしよう。あ、そうそうそう。俺はなしにしようか。あ、ここで会話して高井が邪魔するってことね。あ、なるほどね。その良きタイミングで。あ、はいはいはい。でもまあもうそろそろ1年じゃない YouTube。いや、まだ早いよ。まだ早いか。まだ早い。だって夏だもん。いや、でもその前から要はガリレコードとしてローチャンネルがなんか立ち上がってたのは、うん、俺はもうちょっと正確な日知らないけど、どう知らないんだけど、まあ夏でいいんじゃない、それは。夏っていう7月21だったよ。あの私立の夏休みのタイミングに合わせたから。え？いや、雨のスタンバイの顔。スタンバイ一息ついた時の顔。
のフェリーずっとうっすら笑ってるいやどうよアニワラ、いやアニワラでも盛り上げたいですよね。もういろいろね展開してますからね。でも一番上が今ガーリーって感じ、はい、あ、いや、うん、あのロードその若手組、若手組のリーダーで、はい、ではそうやりやすいっちゃやりやすいんじゃないですか。まあね、周りも近いし、でも、うん、どうしよう、は、うん、今雨でしょ。いや、今雨完全に今雨は1ポイントでしょ。僕大丈夫っす、ね、うん、今大丈夫っす、今のは、うん、フェリーに攻撃したら刺されたからちゃんとそうだよ、うん、そこ好きだらけになるの。そうそう、好きだらけになるから。そうか、ヒソかもそうだったもんねそうね、誰かを狙った時にやっぱね、こんなやつが入る、攻める一瞬が好きになるから。確かに、うまいな。カウンター食らってたな。カウンター食らってたな。ちょっとやるってことはやられるっていう意識を持っていかないから、そう、気をつけないと。なるほどな、気をつけないと。それなんだよ。そうやって帰ってこんだよ。行こうとしたら来んだな。そうそうそう。踏み込んでっから。ずっと前に。前自分無防備になっちゃった。体重乗っちゃってるんです。そうなのよ。なるほどね。そっかそっか。まあ、疲れね。気配切りもやっぱ初手行くとあれだもん。むずいな。まあ結構悟られちゃうからってある。そうね。でも逆にっていうのも当然あるし。いや、普通に面白い今の今のいいね。今うまい。本当にびっくりした。攻め方良かった。いや、良かった。重かった。最終乗ってた。いい絵だったね。いい絵、いい構図。これおしゃちさんだな。なんか基礎トレーニング必要ね。これは大事かもしれない。ニュートラルの会話もね、まともにできない。普通に会話してもらって、用意スタートなどで入りづらいから、普通にこんな感じで流れた感じじゃないと思う。アメさんとかあれどうなんですか、ロードトゥアニマルとか出てみたいとか。いや違う、でもロードトゥアニマルはいいな、楽しそうだなと思うんだけどさ、はい、日本のアニメが多いじゃん。あ、そうですね、うん、俺なんかその海外のアニメに似てたりするから。よく海外の、いやでも全然シゲチーとか、あー、シゲチーいけるから、うん、いけんじゃないですか。ジョジョ、俺あのハーベストピーチャーとジョジョ何してんの、ルール外のところで勝手に今ジョーが言ったわけだな。確かに、カッペンさんもちょっとちょい似てるわ。ちょい似だった。ちょい似だった。でもいけると思います。いけるよ。その感じ。じゃあシゲチキャラみたいなやろうかな。シゲチ、うち西村兄弟いいと思う。いける。マジで。ジョウスケはいないんだけど、奥安と慶長。へえ、ジョウスケ欲しい。でも、大目ケロだから何でもできそう。いや、ジョウスケですか。グレートですよ、こいつは。え、いや、いや、なんなんすか、ほほえむな。いや、ずるいよ。ほほえむのおもろいのずるいじゃん。こっちに詰ましてくれよこっちに経験を詰ましてくれよ全然トレーニングになんない。みそぼんでめっちゃやられるじゃんいいボール投げるな、ちゃんと埋めてくるんだよ。みそぼんの前です。外野から、ね、すぐ出てくるから、うん、強いな、ちょっとさすがですね。さすがだな。